高木兼弘先生っていうお医者さんのあだ名にめっちゃ腹立ってるんですよ。高木兼弘先生っていうお医者さんがいましてですね、この人は海軍の軍医をやってた人なんですね。で、素晴らしい偉業が日本から脚気をなくすのに大活躍、大貢献したっていう人でして、脚気って昔は病気の原因が分かんなかったんですよね。ビタミン不足で起こる病気なんですけど、それを当時ははっきりとは分からなかったと。で、海軍ってその長いこと船に乗って海にいますから、ビタミン不足が起こってもう脚気になるっていうのがずっとコロンブスとかの時代からずっとあったわけですね。で、日本ではその脚気の原因が分かってなくて、日本海軍でもしょっちゅうみんな脚気になってバタバタ死んでいたとっていうものをなくしたのが高木先生でして、食べ物、いいもの食べた方がいいよって言って、まあ、野菜であるとか、あとですね、麦飯ですね。食べるご飯を全部麦飯にしたと。麦はビタミン豊富ですから、麦飯にすることによって、かなり脚気の死者を減らしたと。っていう、高木兼弘先生の素晴らしいこの功績を称えて、こう呼ばれたそうです。麦飯男爵。と。いや。もうちょっといいあだ名つけてあげたいですよね。麦飯男爵はもう恥ずかしいですやん、呼ばれてたら。麦飯男爵ってちょっといじめですもんね、なんならね。呼ばれてたらいじめ、職場で呼ばれてたらいじめだし、全然家族とかにも誇れないですよね、麦飯男爵は。もう娘に言えないですもんね。お父さんな、みんなから麦飯男爵って呼ばれてるんだぞって、もう恥ずかしいですもんね。隠し通しますもんね、娘には。なんだったら娘もいじめられますからね。お前の父ちゃん麦飯男爵って言われますからね、娘。でもそうならないように絶対隠し通しますよね、麦飯男爵の件は。っていうことになってるわけですよ。脚気をなくしたっていう偉大な功績をお持ちの方があだ名を隠して墓場まで持っていこうとしなきゃいけない世の中は絶対間違ってるんですよ。みんなね、だからね、あだ名への意識が低すぎるんですよ。この人の功績と見合ったあだ名をつけてあげようっていうね、強い意識を持ってほしいですね。これすごい思ったのが、友人がこの間学生時代のあだ名なんだったっていう話をしてたんですね。その友人が、あ、俺ね、昔ね、神って呼ばれてたよって言ったやつがいてですね。いや、高木兼弘先生がその偉大な海軍で脚気の死者をほぼゼロにした偉大な高木兼弘先生が麦飯男爵に甘んじてるんだから、お前みたいなやつは神になるんじゃねえって。もうあだ名への怒り、あだ名界への怒りがすごい湧いてきましてですね、もうみんなね、やめてくださいね。神とか気楽にその辺のやつ神とか呼ぶのやめてくださいね。もうすごい功績を出したやつを神って呼んであげて、で、ね、その麦飯男爵とかね、言っちゃうのやめましょう。すごい功績を出したやつに対して、それね、良くないよ。功績に見合ったあだ名をみんなつけようね。それが平和の第一歩なんじゃないかな。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。